こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくり魔理沙だぜ。うわぁ、なんなんだこの大きなタイプライターは。あら、魔理沙じゃない。いいでしょ、アンティークショップで買ったのよ。これってめちゃくちゃ昔のやつで、紙に直接打ち込むタイプじゃないか。こんなのを買ってどうするんだよ。ちょっとこのタイプライターを使って、手紙を書こうと思っているのよね。手紙って、なんで急にそんなことを始めたんだ？いやこの間見たアニメが、とても良かったのよ。私も手紙の代筆とかやってみようと思って。何のアニメを見たか、なんとなくわかってしまったんだぜ。まあ確かにここ最近では、手紙の良さが再認識されて、手紙の代筆業なんかも存在しているが。ただ、霊夢がアニメで見たような仕事ではないんだぜ。それでも人の心を感動させる手紙を書きたいのよ。マリサ、誰かに手紙を書く予定はないかしら？一通1万円で代筆してあげるわよ。とんでもない値段をふっかけてきたな。あいにく、霊夢に書いてもらうような手紙はないんだぜ。仕方ないわね、5000円に負けてあげるわ。いきなり半額になっている時点で、ぼったくっている自覚はあったんだな。最近は、SNS やメールでのやり取りばかりだったけど、やっぱり手元に一生残る手紙って、特別なものがあるのよね。まあその気持ちはわからなくない。ただ手紙すべてが霊夢が思っているような、感動的なものばかりではないんだ。中には犯罪に関係するような手紙も、多く存在しているんだな。今回はそんな手紙にまつわる事件を、一つ紹介してくぜ。何よそれ。私の夢に対して、いきなり事件の話なんて私の手紙に対する情熱が失せてくるじゃない。霊夢の情熱は、お金儲けが8割ぐらいだろ。まあそう言わずに、最後まで聞いてくれよ。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひチャンネル登録と、高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、井ノ原治くん失踪事件、だ。失踪事件ってことは、また未解決事件なのかしら？ああ。この事件は当時5歳だった井ノ原治くんが、病院内から突如失踪した事件になる。しかも事件は1973年に発生したんだが、50年近く経った今でも、未解決となっているんだ。50年前の事件って、かなり昔の事件なのね。でもこの時期って、北朝鮮の拉致被害が、多発していた時代だった気がするけど、もしかして、北朝鮮絡みの行方不明事件じゃないの？まあそのあたりは、最後に考察していくとして、まずは今回の事件の概要を、見ていくことにしよう。事件は1973年7月3日。熊本県大津町にあった産婦人科医院で、井ノ原治くんが突然行方不明になったんだ。産婦人科医院で行方不明って、どういうこと？もしかして治くんって赤ちゃんなの？いや、実は行方不明になった治くんの母親が、出産のためにこの病院に入院していたんだ。そのお見舞いに治くんは、父親と二人で同日の午後3時に、この病院を訪れていたんだぜ。すると治くんは、お兄ちゃんになる予定だったのね。そうなんだ。きっとすごく楽しみにしていただろう。しかし残念ながら治くんは、生まれてくる子供に出会うことはなかった。病院に着いた治くんは、父親が少し目を離した隙に、行方不明になってしまったんだ。うわぁ、いつものパターンじゃないのよ。子供って少しでも目を離すと、勝手にどこかに行っちゃうのよね。ああ。だが普通は、すぐに見つかるもんなんだが、父親は当然、治くんを探し始めるが、全く治くんを見つけることができなかったんだ。ちょっと気になるものがあって、走って行ったってことじゃなかったのね。そうなんだ。結局病院内外で、治くんは見つからなかった。そして同日の午後8時に父親は、警察に、息子が行方不明になった、と届け出たんだ。どこかに忽然と消えてしまったのね。それにしてもなんで、警察に届けるまで5時間も経っているのよ。もっと早く届け出ないとダメじゃない。相変わらず霊夢は、なぜか警察に通報するタイミングには、厳しいな。いや、普通に考えたら、可愛い息子がいなくなったわけでしょ。ちょっとは焦ると思うんだけど。まあこれには理由が少しあるんだ。失踪当日治くんは白色の短パンと、白色の半袖シャツを着ていた。そして病院内にいたことから、靴は履いておらず裸足だったんだな。しかも外は雨が降っており、病院内のどこかにいる、と思い込んでいたんだ。なるほどね、雨が降っている上に裸足だとなると、外に出た可能性は低いと考えてしまうわね。通報を受けた警察は、治くんの5歳という年齢から、万が一のことを考えて、地元の消防団も動員して、40人に及ぶ大規模な捜索を行った。警察の動きも悪くないわね。最初からしっかり探そうっていうのは、とてもいい姿勢だと思うわ。いつも微妙に警察には、上から目線だな霊夢。何か恨みでもあるのか？いや、マリサにあれだけ未解決事件とか、
警察の不祥事の話聞かされたら、そうなっちゃうわよ。俺のせいかよ。まあ、否定はしないが。ともかく警察も急ぎ探そうと、できる限りのことはしたんだ。そして捜索は、午後11時頃まで続けられたが、残念ながら修くんの足取りは、一切つかめなかったんだ。父親が、5時間かけて探したのに見つからなかった時点で、病院内にいる可能性は低いと思うわ。そうなると、外に出た可能性が高いわけだから、夜になると捜索は難しくなるわね。ああ。そのために警察は一度捜索を中止して、翌日の午前7時から、再び大規模な捜索を開始した。この日警察は、修くんが誤って転落した可能性も考えて、病院周りの用水路を徹底的に調べたんだ。さらに、子供が行きそうな場所を、洗いざらい捜索したんだ。だが、彼らの必死の捜索にもかかわらず、手がかり一つ見つけることはできなかった。おかしいわね。事故だとしたら、必ず何か残っていそうなのにね。でもこれってそれだけ痕跡がない。そう考えたら修くんは、誰かに連れ去られたんじゃないかしら？確かに当日の雨という状況と修くんが裸足であったことを考えると、自分で遠くへ出かけたとは思えない。ただ誰かに連れ去られたとしても、何が目的かが不明だった。修くんが姿を消してからも、身代金の要求の連絡などは全くなかったんだ。そして修くんが消えてしまった後、警察が捜索しても何の進展がなく、大規模な捜索は打ち切られてしまったんだ。やっぱり北朝鮮に拉致されたんじゃ。あの黒電話の野郎、いつも花火ばっかり上げやがって、ふざけんな、って感じよね。あの頭の黒い受話器、電話をかけて鳴らしてやろうかしら。いや、北朝鮮が5歳の子供を拉致するだろうか？ちょっと考えにくいんじゃないか？まあ確かに、キム・ジョンウンが黒電話に似ていることには、同意するけどな。そういえば視聴者さんが、奥歯、っていうあだ名をつけてたぜ。どっちにしろふざけた髪型だから、なんだかムカつくのよね。花火ばっかりあげるし。ミサイルな。まあ、北朝鮮は一旦置いとけ。実はここからこの事件は、急展開を迎えるんだ。急展開？それは事件発生から2年後の、1975年6月16日。ある一通の手紙が、修くんの家に届くことになる。手紙って、これが最初に言っていた手紙というわけね。ああ。それではここから、この事件の大きな謎である、この手紙について見ていくことにするぜ。この手紙には、修くんが失踪した時のことが書かれていた。え、それってどういうこと？失踪した時のことって？手紙の内容は以下の通りだ。2年前の雨のひどい日、大津町の東で雨のために車がスリップしてしまい、お宅の坊やを車で引いてしまった。当時は19歳で免許を取得したばかりで、車も買って3日目で運転も未熟だった。親に叱られるのが怖くなり、坊やの遺体は3キロ離れた山中に埋めた。一度手紙を出そうと思ったができなかった。ご両親に対してただただ頭を下げるのみ、といった内容だった。え？どういうこと？なんなのよこの手紙は。罪の告白ってこと？すると修くんはこの手紙の人物に、車で惹かれてしまったということなの？この手紙のことを信じるならそうなるな。手紙は何者かが、修くんの命を奪ってしまったことを、告白した内容だったんだ。ちょっとこれは急展開じゃない。交通事故でその後山中に埋められたのなら、探しても見つからなかったのは辻褄が合うわね。でもこんな手紙を送ってくるなんて、この人物はどういう気持ちだったのかしら？手紙の文面からは、罪悪感に耐えきれずに、謝罪したように見えるんだな。それじゃこの手紙から、この人物を捕まえることができるんじゃない？指紋とか、何か遺留品があるかもしれないじゃない。もちろん警察は、この手紙を頼りに捜索を再開させた。まず手紙の消印から、修くんが失踪した病院から約14キロ離れた熊本県阿蘇町の赤水郵便局から出された手紙だとわかったんだ。消印でそんなこともわかるのね。差出人とかはわかったの？いや、わからなかった。ただ封書の差出人名の箇所には、TYCK とだけ書かれていたんだ。それじゃ差出人は不明なのね。でもこの TYCK って暗号か何かかしら？一応警察も、この TYCK という文字の意味を解読するために、プロの解析班に頼んで解析を行った。しかし残念ながら、この TYCK という文字に関しては、一切謎のままとなっている。でもこんな手紙を送ってくるなんて、この人物は、自分を捕まえて欲しがっているんじゃないの？いや、それはないんだ。この手紙は大学ノートのページをちぎったもので、黒のボールペンで書かれていた。ただ筆跡はすべてバラバラで、カタカナと漢字が入り混ざっており、筆跡鑑定ができないようにされていたんだ。つまりこの手紙を出した人物は、罪は認めつつも、逮捕されることは拒んでいるのね。ああ。
実際に手紙と封筒は油に浸された形跡があり、白い封筒は黄色く変色していた。まるでロービキ紙のように艶が出た状態だったんだ。それってどういうことなの？そもそもロービキ紙なんて言葉は初めて聞いたんだけど。ロービキ紙とはその名の通り、ロウで紙をコーティングしたものだ。このロービキ紙はロウでコーティングされていることから、普通の紙より頑丈で水に溶けがたくなっている。それと同時に油を引く性質があることから、指紋がつかなくなるんだぜ。すると、指紋を消すために油につけたということかしら？その通りなんだ。このことからわかるように、この人物は、謝罪こそすれども、捕まる気は全くなかったと考えられる。そうね。ここまで周到に準備してるんだもの、相当よね。そして警察はこの手紙の内容が、当時、おさむくんが行方不明になった時の状況と、一致していたことから、信憑性が高いと判断したんだ。そのためこの手紙の送り主は、おさむくん失踪の重要参考人として、捜査されることになった。正直手紙の内容だけで、手紙を出した人物の特定までできるものなの？ああ。警察は手紙に書かれた、免許証を取ったばかり、という文言から、免許の交付時期を調べ、該当する人物を徹底的に探したんだ。さらに年齢や手紙の消印から、地域を割り出して捜査を進めたんだが、どうなったの？残念ながら特定には至らなかったんだ。やっぱり、この手紙の内容だけじゃ特定は難しいわよね。でも手紙には、山中におさむくんを埋めた、って、書いてあったじゃない。しかも、3キロ、という距離まで書いてあったんだから、死体は発見できそうよね。もちろん警察も、事件のあった場所から、3キロの山中を徹底的に捜索したんだ。しかし残念ながら、死体を発見することはできなかったんだぜ。それじゃこの手紙の内容からは、何も得られなかったということなの？悔しいわね。一見、事件の大きな手がかりになると思われた手紙だが、実際には事件解決には、全く結びつかなかったんだ。ねえマリサ、ちょっと気になったんだけど、この手紙の内容って、本当に真実なのかしら？もしかしたら、いたずらとかの可能性もあるんじゃないの？さすがは霊夢、人を疑うことに関しては、素晴らしい洞察力を発揮するな。まあこのあたりは白霊の巫女として当然よ。いや、褒めてないんだが。気づいていないのならまあいいか。何をボソボソ言っているの？いやなんでもないんだぜ。ではここからは、この手紙の真偽について、見ていくことにしよう。失踪から2年後に届いたこの手紙なんだが、実は霊夢の推測同様に、かなり懐疑的な見方がされているんだ。やっぱりそうよね。わざわざ2年も経ってから、こんな手紙を送ってくる意味がわからないわ。そうなんだ。このような手紙を送るということは、明らかに逮捕されるリスクが生じる。ただ手紙の差出人は、逮捕されないようにしていたのよね。ああ。これらのことからこの手紙は、新聞などで事件を知った誰かによる、悪質ないたずらの可能性が高いんだ。実際に、この手紙に書かれていたおさむくんの死体についてだが、3キロ以内の山中から発見されていない。さらに付け加えると、もし本当に事故を起こして、おさむくんを引いてしまったのなら、何らかの痕跡が現場に残るはずなんだぜ。そうよね。そういえばスリップを起こしたって、手紙には書かれていたわ。それだったら現場には、スリップの跡が絶対に残っているはずよね。警察がそんな痕跡を見逃すとは思えないわ。そうなると犯人が、捜査を攪乱しようとして、この手紙を出した可能性もあるわね。その説も正直出てはいるが、可能性はかなり低いと思われる。なぜならこの事件は、2年間もの間、何の手がかりも発見できず、膠着状態だったんだ。そんな状況に、わざわざ手紙を差し出して、捜査を混乱させる意味がないんだぜ。確かにそんなことをしたら、捜査が再開されてしまうから、犯人には何のメリットもないわ。それじゃやっぱり愉快犯による、いたずらの可能性が一番高いのね。ただこの手紙に関しては、もう一つ説が上がっている。それがおさむくんの父親が出した、自作自演であるという説なんだ。え、なんでそんな説が上がっているのよ。先ほども述べた通り、この事件は2年もの間一切の進展がなく、完全に膠着状態だった。そのために警察の捜査も、次第に縮小化されていき、おさむくんの捜索は、ほぼストップしている状態だったんだ。つまりそれって、もしこんな手紙が来たらどうなると思う？なるほど、わかったわ。つまり捜索を再開させるために、父親はこの手紙を自作自演したって説なのね。まあ、あくまで推察の一つになるんだがな。何の証拠もないし、そもそもそのメリットに対し、デメリットの方が大きいだろう。そうよね。おさむくんのお父さんやお母さん、とても心を痛めているだろうし、こんな説があること自体、ちょっとどうかと思うわ。捕まるリスクを押してまで、お父さんがやるとは思えない。それに警察が、何もしていなかったわけじゃないしな。
それじゃ結局、この手紙はやっぱり、おさむくんの失踪とは、関係がなかったということかしら。正直、事件自体が50年近く前のことになる。そのために事件自体が風化しており、手紙の真偽に関しては確かめようがないんだぜ。それにしても不思議な事件よね。おさむくんは一体、どこに行ってしまったのかしら？そうだな。では最後に、この失踪事件の真相について、考察してみることにしよう。そもそもこの事件は、目撃情報がとても少ないことから、現在でも憶測でしか判断することができない。ただ当日の天候が雨であったことと、おさむくんが裸足であったことから、一人で外に出た可能性は低いと思われる。最初に消えた時に言っていたものね。普通5歳児にもなれば、雨が降っているのに、裸足で外に出かけたりなんかしないわね。そうなんだ。だからそのことから、おさむくんは病院の中で誰かにさらわれた可能性が一番高いんだ。確かにそう考えるのが、一番しっくりくるわ。でも身代金要求の連絡とか一切ないのよね。それじゃ誰が一体何の目的で、おさむくんを連れ去ったのかしら？実はこの1970年代には、ある事件が多発していた。それは病院から、乳幼児が連れ去られる、というものだったんだな。そういえば昔、そういった事件の話、聞いたことあるわ。確か子供が欲しくて、他人の子供を連れ去っていくのよね。当時は今ほど、病院のセキュリティが、きちんとしている時代ではなかった。そのために、母親が少し目を離した瞬間に、子供が連れ去られる事件が多発していたんだ。でもおさむくんって5歳でしょ。さすがに連れ去るのは無理があるんじゃない？いやいやとんでもない。5歳ぐらいの子供が、一番連れ去られやすいんだぜ。実際に親から、知らない人について言ってはいけない、と言われていても、それを守るのはかなり難しい。特に、知っている人の名前を出されただけで、警戒心はあっという間に下がってしまう。その結果、自分から見ず知らずの人物に、ついていってしまうんだな。確かに自分からついていったのなら、周りからしても違和感がないものね。ああ。そのために病院内で大人が、おさむくんと一緒に歩いていても、怪しいとは誰も思わないんだ。事実、この病院内での、おさむくんに関する目撃情報は、ほとんどなかったんだ。でも、いくら子供が欲しいからといって、5歳の子供を連れ去るものかしら？さすがに5歳にもなると、記憶もある程度存在するから、そのまま自分の子供として育てるのは難しそうだけど。そんなことはないんだぜ。実際に5歳ぐらいの子供を誘拐して、自分の子供として育てた事件はたくさんあるんだ。それじゃおさむくんは、誰かに連れ去られて、他の家の子として、育てられているかもしれないのね。そうなんだ。あとは最初に霊夢が言ったように、北朝鮮に拉致された可能性がある。北朝鮮の工作員が、病院や施設から子供を連れ去る事例は、この時代、実際に起きていたそうなんだ。マリサ、一つ気になってたんだけど、なんで北朝鮮は日本人を拉致していたの？しかも子供なんか拉致する意味が、正直よくわからないのよね。なんか今さら感がすごいんだが、ただわからないことを素直に聞いてくるのは、霊夢のいいところなんだぜ。前から気になっていたけど、なかなか聞けなくて。当時北朝鮮は韓国に、多くのスパイを送り込んでいた。ただ韓国側も、そんな北朝鮮の行動は見抜いており、監視を強化していたんだ。そこで北朝鮮は、自分たちの国民を日本人と偽って、韓国へスパイとして送り込むことにしたんだ。なんとなくわかってきたわ。つまり日本人を拉致して、日本語やマナーを教える講師にしていたのね。その通りなんだぜ。でも5歳の子供なんかを拉致しても、講師になるのかしら？当然、北朝鮮には拉致された多くの日本人がいる。その日本人に面倒を見させて、講師に育て上げていたんだな。なので5歳の子供でも問題はない。むしろ拉致しやすいことから、子供の方が北朝鮮としては扱いやすかったんだ。そんな理由で拉致されていたなんて、ちょっとひどすぎるわね。少し話がそれたが、おさむくんの失踪事件に関しても、北朝鮮の拉致である可能性を、完全に否定することはできない。どちらにしても、おさむくんの安否に関しては現在もわかっておらず、捜査も打ち切られてしまっている。そのため、この事件は、完全な未解決事件となっているんだ。私としては、北朝鮮に拉致された可能性が高い気がするわ。それにしてもこの拉致問題って、全然解決しないわね。そうだな、ここ最近はかなり厳しい状況だな。これはちょっと政府に、ガツンと言った方が良さそうだわ。おい、霊夢何をやっているんだ。私の手紙第1号が決定したわよ。拉致問題を進展させるために、政府に抗議の手紙を送ることにするわ。私の心のこもった手紙で、拉致問題の重要性を伝えてみせるわよ。どこからその自信が来るのか謎なんだが。まあ最初の手紙が抗議文というのは、ある意味霊夢らしいけどな。あと、あの黒電話にも手紙出しておかないとね。電話の方が早そうだけど。
もしパレードの途中で、あいつの受話器が鳴ったら、めっちゃ怒られそうだな。やばいんじゃないのか？拉致問題を解決できない、黒電話なんて、用済みよ、用済み。もう新しい人に変えればいいのよ。霊夢にはそんな権力ないだろ。どこにそんな力があるんだよ。それじゃ、私は手紙を書くから、マリサは黒電話に電話しておいてね。電話に電話、とか言わないでよ。古いギャグだな。処されるのは嫌だからやめとくぜ。それにしても病院内で失踪とか、どこも油断はできないわね。そうだな。ショッピングセンターなんかのトイレも、危険があるって言われている。大勢の人がいるから安心ってわけじゃない。子供の行動をじっと見ている大人には、注意が必要かもしれない。視聴者のみんなも、子供がいる人は、いろいろな注意すべき点が、今は報道やネット上にもある。しっかり子供の安全を気にかけてくれよな。私も気をつけるわ、子供は、だから、だもんね。本当はむやみに人を疑いたくないけど。そうだな。俺たちみたいにいい隣人ばかりじゃない。気をつけるに越したことはないぜ。そうね。みんなも気をつけてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。